い、こんにちは。以前紹介しましたご注文はうさぎですかのセブンネットの7個カード、限定7個カードですね。この7個カードのセットで売っていたものですね、限定品として。で、ノットフォーセールとここに書いてあるんですが、まあ7個カード私は使わずに保存用にここに置いてあるんだけど、ちのちゃんね、なんともう1個届きました。これはこれを注文した全てのユーザーにもう1個届いてます。ね、なんかね、間違っちゃったらしいんですよ。間違っちゃったらしいの。あった。正しくはご注文はうさぎでした。私もよく言っちゃうんですけど、そういうことではなく、ご注文はうさぎですかはいいんだけど、 Is the order a rabbit? これが英語スペルですよね。こう合ってますよね。 Is the order a rabbit? 合ってますよね。 Is the order a rabbit? 呼びづらいかもしれないけど合ってますよね。このでっかくちのちゃんのサイン的なね、筆記体 Is the order, 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 order a rabbit?Is the Ovid Rabbit? 脱げちゃってんですよ。脱げちゃってる。これよう気づいたなと。私は動画撮ってもうあれから結構経ちますけど、全く気づいてませんでした。ただ突然セブンネットさんが誤植がありまして、大変申し訳ございましたと、新しいものを送ってきました。まあこれコレクターズアイテムだからしょうがないよね。わ、送らざるを得ないよ。だってコレクターアイテムだもん。これこのまんま保存するんだから送らざるを得ないよね。じゃあこれさ、限定で最初に注文したやつだから、特にこの何エラーコード、エラー品に価値が出るってことはないんですよ。これを頼んだ人は全てのユーザーがエラー品を持ってるから、別にこれなんか例えば日本硬貨がちょっと印刷がずれてたりして、おエラーコイン超値段高いとかっていう価値が上がるみたいなことは全くない。これを頼んだ人は全員エラー品を持っているんで、まあ、ただミスですね。ただ、コレクターズアイテムでこれやっちゃうときついわな。もうさ、これで赤字になったのか知らんけどね。これで赤字になってる可能性もありますけど、黒字だったのが。コレクターズアイテムでね、やっちゃうのはもうしょうがないよ、もう一個。ね。送らざるを得ない。まあ、気づかんことあるよな、こういうの。私もわかるよ。わかるよ。人間だもん。It's the ordinary rabbits.It's the order a rabbit. 並べると R が抜けていると。R が抜けていると。いやー、気づかんかったな。私は気づかんかった。だってここ見ねえもん。ここだもん、みんな。ここ。ここ見るから、ここ全然気づかなかった。その誤植がありますっていうのを見て、初めて、嘘だと思って見て、で、ここを見たら合ってるし、あれ合ってんじゃないと思ったら、こんなでっかいとこやっちゃったんだ、みたいな。まあ、でもさ、これ人員が、人間、マンパワーだからさ、機械が作ってるわけじゃないからさ、ミスあるよ。しょうがないよ。だけど、これはコレクターズアイテムだから、もうしょうがない。再発行っていう形になりますね。ものによってはさ、上からシールペトって貼るだけでさ、シール送ってきたりとかさ、そういう方法でもできるかもしれないけど、これに関しては、これに関してはコレクターズアイテムですから、みんな飾るためにね、保存用とかね、3つとか買ってる人いるかもしれないよ。保存用、使用用、布教用とかさ、買ってるかもしれないじゃないですか。7個カードを入れて、これで、Is the order a rabbit? と。で、こちらがミスリード。Is the original rabbit? なります。よかった。しのちゃん、なんか、逆に嬉しいよね。なんか嬉しいよ。2個手に入っちゃったみたいな。超良くない？これすげえいいよ。これほんといいわ。ほんとにこれ気に入ってんだよ、私。ちのちゃんがなんか7個的な、このカバさんみたいの抱っこしてんの。かわいい。そんなわけで、以前頼んだ、ご注文はうさぎですかの、こちらの7個カードのスペルが間違っていたので、新しい方を送っていただきました。いただきましたというか、勝手に送られてきます、これに関しては。特別なページがあって、そこから申請してくださいとか、そういうのもなく、自動的に送られてきました。
だからもう全ユーザー間違えちゃってるからね。で限定品だからそれはそうですよ。正しい方です。そんなわけでご注文はうさぎですか、セブンネットショッピングの7個カードのミスが発覚したということで新しいものを届きましたというそんな動画でした。ちーのちゃんかわいい、おまかわおまかわ。そんなわけでご注文はうさぎでした。第2期で会いましょう。バイバーイ。